県内ではワクチン接種を2回以上済ませている人が、はい、こちら8割以上となっているんですが、はい、今猛威を振るっているオミクロン株はワクチンを2回接種していても一定期間経過すると発症予防効果が著しく低下するとの特徴があります、はい、ワクチンを追加接種することで厚生労働省は低下した感染予防そして重症化予防の効果を高めるということができるということなんですね、はい、そういったことも踏まえて政府は3回目のワクチン接種を進めているということなんですね、はい、そうなんです、はい、県内ではすでに医療従事者などへの3回目接種が始まっていまして、はい、重点医療機関などでは1月中にはおおむね接種が完了する見込みです、はい、そして今月下旬からは65歳以上の3回目の接種が始まります、はい、最新の県内の20市町の接種開始日です。まず投与と注与を表しています、はい、県内では一番早いところで、はい伊予市、戸部町、正木町のこの1月22日となっています、はい、13の自治体が当初の予定よりも日程を前倒ししていましてうち伊予市はですね当初2月上旬を予定していたんですが、うん、医療従事者などへの接種が順調に進んだことで日程を前倒しすることが可能になったということなんです、はい、そしてこちらは内容のスケジュールです、はい県内で遅くとも2月1日にはすべての自治体で65歳以上の接種が始まります、うん、これ接種を受ける際には予約などが必要になってきますよね、はい、で1回目のタイミングではその初めてだったということもあって電話がつながらないなどの混乱も見られましたよ ね。そこで今回、はい、宇和島市ではですね、ある予約方法を導入しました、うんはい、宇和島市の保健健康課です。宇和島市では1月26日の65歳以上の3回目接種開始に向け準備を進めています。これは65歳の方に送付している案内状です。お任せ予約を導入しました。日程等に余裕のある方につきましては予約が不要というところが非常な大きなメリットと考えております。インターネット予約は導入するんですが使い方がわからないという方も多くいらっしゃると思いますので、これまでのネット、電話、窓口予約に加えて宇和島市が新たに導入したのがお任せ予約。届いた案内状に同封された返信用はがきもしくは QR コードでお任せ予約を希望すると市の担当者が予約を代行、接種者は自分で予約をしなくても OK というシステムです。接種会場や日時などを市が指定し接種券とともに本人にお知らせ、万が一都合が合わない場合でも再予約は可能だということです。電話での予約が殺到しつながりにくくなることを解消する効果もあると見ています。本市においても感染が増加している状況ですのでできるだけ早い接種を目指していきたいと考えております。今後3回目のワクチン接種について中村知事も、特に重症化率が低くなるというのはデータを見ても明らかになってきてますので、もちろん体質等々で雪で打てない方もいらっしゃいますから、そういう以外での方は可能であれば受けていただきたいなというふうに思っています。それが医療負荷や保険証の負荷を高めない力にもつながってくる。